ひだ杉は国産杉材のブランド。吉野杉、秋田杉、薬杉などに代表される杉の地域品種の一つである。岐阜県の地域材にはひだ杉の他に東農日の木や長良杉などがある。みんなの森岐阜メディアコスモスのスターバックスひだ地方は高山市、ひだ市、下路市、白川村の三市一村からなる。玄関期には氷点下が続き。 1981年2月には、摂氏マイナス25.4度を記録したこともある。このため成長が遅く、年輪が積んでいるため、同時例であれば、一般的な杉材よりも強度が高いとされる。他地域同様に、輸入材の普及とともに、飛田地方の林業は苦戦しているが、干伐材による割り箸や、家具材としての利用が試みられている。2016年に、 岐阜市のみんなの森岐阜メディアコスモス内に開館したスターバックスはバーカウンター、腰壁、天井などに日田杉を使用している。円蔵マりリ杉は柔らかいため家具には不向きとされるが2003年には同業校舎による日田杉研究開発共同組合が発足し圧縮技術を用いて家具を製造する研究が始まった2005年には イタリア人デザイナーのエンツオマーりのデザインによる製品シリーズヒダがミラノサローネ国際家組本誌で発表され、チー育材のようだが見たことがない素材として話題となった。ありがとうございます。